うん、確かにね、用事がある時だけ、セールスの時だけポコンと出てくる人いますよね。例えばね、売りが始まる時だけ、ずっと休眠中だった LINE やメルマが急に届き始めるとかね。やっぱそういうのって、なかなか警戒されちゃったりとか、まあ、売れなかったりとかするわけなんですよ。というのが、普段連絡してこないのに、急に連絡があるとね、サポートが必要な時に対応してくれるんだろうかっていうふうなバイアスが働くんですけども、何の用事もない時にもうずっとね、情報発信していると、 まあサポートはしてくれるだろうっていう風な先入観から商品の購入検討してくれるんですよね、まあ、だから吉谷さんとか、まあ、私とかの情報発信の量とかこのサービスのレベルを他の方に求めると多分裏切られたって気持ちになるでしょうねまさにそこが私たちの差別化ではあると思うんですよ多くのセールスマンっていうのは売る時だけねいろいろと出してきますよねうん だから、硬くするところと柔らかくするところと、やっぱり両方とも使い分けていくってところはすごく大事なんではないかなと思いますよね。確かにね、昔昔の知り合いが連絡してくれた時って大体ね、ネットワークビジネスの誘いになるのはだんだん分かってきましたよ。まあ、だんだん分かってきたら何かっていうと、私人に会わないんでね。で、久しぶりに会った人がネットワークビジネスの話を始めたら、あ、そうなんだ。じゃあ、俺の YouTube チャンネルでさ、紹介したら、 なんか結構参加する人いるかもしれないなぁって。えぇ、YouTube やってるのえぇ、ー、どんなチャンネルうん、まだ登録者1万人ぐらいだけど、だいたい2、3億売れてるんだよねええみたいなね <laughs> あ。だからその、ネットワークビジネスとかはっきり言って割が悪いとしか思えないんだけど、もうどう思うみたいな。え、どんなことやってるの聞かせてよみたいな。逆にね、もう自分のビジネスそっちのけでその人は私の話を聞きたがりますよね。<laughs> だからね、ネットワークビジネスする人って、 すでに稼げていて余裕のよっちゃんっていう人はほとんどいなくって始めたばっかりとかやって半年一年経つんだけど成績が上がらなくて周りの人がいなくなったから私なんかに連絡取ってくるんですよねだから攻略方法は逆に簡単でですね <laughs> ネットワークビジネスの話はしっかり聞いた後でいやでもこれすごくいいビジネスだけども、うん、でも俺の YouTube チャンネルの方が効果あるんじゃないのとかね実際に即可職っていうのをねやって10年になるんだけどもね今こんな暮らしみたいな 以前もお話ししましたけどネットワークビジネスの人ってものすごくね動かないといけないんですよねだからなんか権利収入とは程遠いわけなんですよ権利収入を目指し続ける労働収入なんですよねそれでも収入が上がればまだいいんですけどもほとんどの人は収入が上がらないんですよなんで収入が上がらないかっていうとボトムを儲けさせてないんですよボトムを儲けさせたりとか集客方法について圧倒的なアドバイスができないんですよね だから、ボトムの人で会員登録したら、紹介する人が全然広がっていかないから、やめるじゃないですか。儲かんないから。コストばっかりが、のしかかってきますからね。だから、そういう人に集客方法を教えてあげるよってやったら、その人は新しいお客さん捕まえられるんで、やめなくなるわけですよ。で、その人のボトムについた人も、同じ方法を教えてあげられるんで、どんどん広がっていきますからね。あとは、知ってるけどやる人とやらない人が分かれるっていうふうな、ん、その確率だけになってきますよね。その中で、 いや、YouTube チャンネル1万人ぐらいいるんだけども、みたいなね。これ話したら一発ですかね。1000人すら行かない中で1万人っていうことが言えるわけですよ。しかも、ああ、まあ、数億円ぐらいはなったかな、みたいなね。さらっと言えるわけなんですよ。これ5秒ぐらいしかかかんないですからね。ただこれを一言言うだけで、向こうが1時間、2時間プレゼンしようが、ABC を組もうが、みんなして、って立ち上がってね、ええー、って、ちょっと見してください。お、すごいんですね、みたいな、ね。ちょっと、スマホで検索して、みたいなね。あ、本当だ、みたいな、ね。 え今日もなんか20本も発信してるじゃないですかみたいな、うん、だから今日ネットワークビジネスの紹介を受けたことも社名とか言わないけどもエピソードとして話しますよそしたら私の視聴者さんが気付いてねじゃあそのビジネスを教えてくださいってなるかもしれないじゃないですかみたいになるわけなんですよね、うん、まあ場合によってはねあの私とズーム対談で紹介するための場を設けますよとか言ってねいいんすかみたいな感じでも,うもはやねどっちが主導権握ってるのかもわからないということになりますけどもね まあですね、今回ね私思うのはその主導権の主ですよね主になるってことなんですよ常に主導権を握っていかないといけない時に組織になっちゃったり2人以上になると主導権が行ったり来たりするわけなんですよだから私は思うんですよ1人でやること自分の主導権を自分だけが握っていて他者が介在しない介在する場合は必ず自分が主で,でどっちが銃なのかってことをはっきりしておくこともう対等の関係はないわけですよ もし対等の関係があるとしたら、何の契約もしない、何の約束もしない、何の報酬の分け前も決めないっていう風なね、私と吉田さんみたいなね、なんかよくわかんない関係が一番いいんじゃないかなと。契約書も決めずに、自分の集客と自分の売り上げは自分でやると。それをたまたま同じところでやるだけみたいなね。そこにはね、経費かかったんだから何とかしてくださいよみたいなのないと。売り上げ上があったんだからこっち分けてくださいよみたいなのないと。完全に自分の方とは自分でやれみたいなね。 だから主が二人いるみたいなねまあそんな関係なんじゃないかなと思います今回は主ということでお届けしましたけどもあなたの主導権は誰に握られてますか会社ですか社会ですか政治ですか奥さんですか